皆さんこんにちは、ニアラボ TV の美里です。今回の企画は2024年秋新作、人気ブランドのカーディガン30着骨格別着比べです。はい、ということで、もう9月に入り秋が近づいてくると、欲しいアイテムといえば何かなって考えた時に、カーディガンがまずみんなが狙うアイテムかなと思って、今回は新作のもう発売ほやほやのアイテムをたくさん集めてきました。最後に各骨格ごとで特にスタイルアップしたカーディガンを発表するので、ぜひ最後までご覧ください。あと私たちは10万人チャンネル登録者数に向けて日々奮闘中なので、チャンネル登録まだしてないよっていう方はぜひぜひお願いします。ということで、着比べからスタートです。まずメゾンスペシャルさんからレビューしていきます。こちらはゆったりとしたサイズ感で、腰まで隠れる着丈なのでヒップ周りのカバーもできつつ、ビジューのデザインによってコーデのアクセントにもなるカーディガンだなと思いました。続いてエトレ東京さんです。こちらは袖のたまり具合が可愛いカーディガンで、なんとニットパンツとセットアップができるアイテムでした。で、グレージュが外限定カラーなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。続いてアメリさんです。こちらはボリューム袖が可愛らしいデザインで、機能感のあるレース素材を楽しめる一着です。でスタイリング次第でオケージョンシーンにも着ていただけるかなと思うので、その点も優秀アイテム間違いなしだなって感じでした。続いてビームスボーイさんです。こちらはビームスボーイさんらしい楽しげな配色カラーのカーディガンでした。で、透け感のある編み地がハンドニットのような優しさを感じるデザインだったので、とってもおすすめです。続いてアングリートさんです。こちらはもちっとした質感の着心地が特徴的で、こう袖先までこだわっていて、こうフィンガーフォールっていうのもついているので、おしゃれなカーディガンだなって感じでした。で、ぬかりなくこう温められるのが寒い季節に嬉しいポイントだと思います。続いてスピック&スパンさんです。こちらのアイテムはこう身幅のラインを拾わないゆったりとしたサイズ感が着心地の良い一着でした。手洗い可能なので長く愛用できる相棒カーディガン間違いなしだなと思います。続いてビューティー&ユースユナイテッドアローズさんです。こちらはジップの部分をお好みの位置で調整できるアイテムで、こうジップを少し下げて V ネックを作れば首回りをスッキリ見えすることができて、逆にジップをこう上まで上げると V ネックのデザインを楽しめるので、着こなし方のレパートリーが多いのが特徴のカーディガンです。続いてビューティー&ユースユナイテッドアローズさんです。こちらはすっきりとした身幅にこう丸いネックなど、こうレディーライクさを引き立てるシルエットが魅力の一着だったなと思いました。で、シンプルなデザインでボックスシルエットに近いので、どんなボトムスとも相性抜群だと思います。続いてアドメロペさんです。こちらはモヘアコンの糸を使用した軽い着心地でシアー感が特徴のカーディガンです。で、ざっくりとしたこう編み地とビッグシルエットなので、リラックス感のあるアイテムを探しの方にとてもおすすめです。続いてアダマエロペさんです。こちらは立体感のある刺繍が他にはない主役級のカーディガンだなと思いました。あとはこうショート丈で袖にボリュームがあるデザインなので、目線が上がりスタイルアップ効果も兼ね備えています。で、羽織としてもボタンを閉じてプルオーバーとしても着回せるのが嬉しいアイテムだなと思いました。続いてアダマエロペさんです。こちらは前後2ウェイで着回せるボレロカーディガンです。で、着丈の短さが今っぽくて、レアードスタイルを楽しみたい方におすすめの一着です。続いてアダメロペさんです。こちらはふわふわとした見た目が魅力的で、去年に引き続き今年はこちらの新色が登場しています。で、毛足が長めですが、毛が抜けにくかったり、カーディガンでサイドにポケットがついていたり、機能面も兼ね備えているのでおすすめです。続いてアダメロペさんです。こちらはふっくらとした生地感と大きめなゴールドボタンが特徴的で、コーデを女性らしくさらにこう華やかにしてくれるアイテムだなと思いました。で、丈が短すぎず長すぎないので、どんなボトムスとも相性が良さそうです。続いてナナユニバースさんです。こちらは秋冬らしさのあるこうベロア素材と細かなドット柄が可愛いコンパクトなカーディガンです。とろみのある柔らかい生地が特徴で、骨格ウェブさんにとてもお似合いなアイテムでした。続いてナノユニバースさんです。こちらは金ボタンと柔らかなディティールが上品さを引き立ててくれる一着です。そしてなんとスキンケア成分のシカを配合した素材なので、お肌もいたわれるってところも嬉しいポイントだなと思いました。綺麗めにもカジュアルにも着こなせて、機能性も兼ね備えたカーディガンをぜひチェックしてみてください。続いてシップスさんです。こ
ちらは程よい暑さなので、こう温度調節だったり季節の変わり目に大活躍、間違いなしのカーディガンだと思いました。で、重くなりがちなこう羽織物ですが、こちらはこう部分使いの視野が軽やかな印象を与えてくれるので、こう全体的にスッキリ見えするなという感じでした。続いてシップスさんです。こちらはこう前後着用可能で、羽織としてはもちろんブラウスのようにも着こなすことができるアイテムです。で、キラキラしたシアとフリンジの異素材ミックスがとても可愛かったです。続いてシップスさんです。こちらは少し長めのリブ袖がポイントのカーディガンです。で、薄めの素材なのでアウターに響きにくくて、こう秋から冬にかけてヘビロテアイテムかなと思いました。続いてグリーンレーベルリラクシングさんです。こちらはナチュラルな風合いのある素材とゆとりのある身幅でリラックス感のあるカーディガンです。で、 V ラインが含めにあるデザインなので、首回りがすっきり見えしたり、あとはレイヤードを楽しめたり、着こなし方も様々あるのでとてもおすすめです。続いてチャオパニックさんです。こちらは柔らかい素材とゆとりがあるサイズ感で着心地がいいアイテムでした。で、配色が可愛いボーダー柄で、メインのカラーによってボーダーのカラーが違うので、ぜひチェックしてみてください。続いてジーナスさんです。こちらは個性的な柄と軽さが特徴的なカーディガンです。で、 V ネックのラインが深いデザインなので、レイヤードスタイルを楽しめるアイテムだと思います。続いてレイビームスさんです。こちらはフェリットベリーさんとの別注カーディガンで、深みのあるカラーが季節感を楽しめるなと感じました。で、ボックスシルエットと少し短めに設計されているデザインなので、着回しやすさも兼ね備えているので、とってもおすすめです。続いてスロブイエナさんです。こちらはポリエステル 100% 使用しているので、シワになりづらいのが特徴のカーディガンです。で、もっちりとした肌触りが癖になる一着だなと感じました。あと程よい厚みもあるので、ブルゾン感覚で羽織ることができるのも嬉しいポイントだと思います。続いてスロブイエナさんです。こちらはハンドメイド風な刺繍とカラーがポイントで、ヒップがすっぽり隠れる着丈なので、腰回りのカバーもかなうアイテムです。さりげなく遊び心のあるアイテムを探しの方におすすめです。続いてラグナムーンさんです。こちらは襟がついたデザインがポイントのカーディガンです。で、羽織としてはもちろんボタンを閉めてシャツ風に着用するのもおすすめです。上品なラメがどんなアイテムにもマッチすること間違いなしだなって感じでした。続いてラグナムーンさんです。こちらは毛足が長めのラメシャギーがコーデを華やかにしてくれる主役級アイテムだと思います。で、夏はキャミの上に、秋冬はニットの上にと、レイヤードスタイルをぜひ楽しんでみてください。続いてセルフォードさんです。こちらはアルパカコンでふわふわした毛足の長さが特徴のファーカーディガンです。で、深めの V ネックでこう襟を抜いて羽織ればこなれ感も作れるかなっていう感じでした。で、メタル調の細身のボタンがまたこうモードで目を引くおしゃれポイントだと思います。続いてセルフォードさんです。こちらはツイード素材がミックスされたカーディガンで、ベーシックかつこう洗練されたデザインなので、オフィスシーンでフィロテできるかなと思います。あとセットアップ対応可能になっているので、気になる方はお好みのカラーでぜひ探してみてください。続いてスナイデルさんです。こちらは人気のショートカーディガンが今年も登場しました。で、ショート丈でコンパクトに仕上げたシルエットがレディーライクさを引き立ててくれて魅力的な一着です。着るだけで本当スナイデルさんの世界観が作れる可愛いアイテムだなと思いました。続いてフレアイディさんです。こちらはカーディガン、キャミ、ミニスカの3点セットのアイテムで、秋冬らしい新作アイテムです。で、生地にこだわっていて適度な張り感があるので、ボディラインを拾いづらく綺麗なシルエットで着られる点が特に推しポイントです。続いてアマイルさんです。こちらは毛足の長い柔らかな素材とくすみ感のあるピンクカラーが今年っぽさを引き立ててくれるカーディガンだなと思いました。で、それだけがクシュクシュたまる感じのシルエットで可愛すぎたので、甘めのスタイリングをしたい時におすすめの一着です。続いてダズリンさんです。こちらは生地にこうラメが織り込まれているので、今年っぽさやあとはさりげないこう華やかさっていうのがプラスできるアイテムでした。で、ショート丈なのでハイウエストのボトムスと相性抜群だなっていう感じなので、ぜひチェックしてみてください。続いてセルフォードさんです。こちらは取り外し可能な襟と包帯がついたコンパクトなカーディガンです。
その日のスタイリングに合わせてこう付け替えればこういろんな表情を楽しめるので、こう飽きのこないカーディガンだと思いました。上品見えするカーディガンを探しの方におすすめです。ということで着比べはいかがだったでしょうか。もう各ブランドさんらしいこうデザイン性のあるカーディガンが多かったなと私は感じていて、もうどれにしようかなっていう感じで、もう常になんか秋服のことが頭から離れない状態になっちゃってます。早速骨格ストレートさんが特にスタイルアップしたカーディガンをフェミニン部門とカジュアル部門に分けてそれぞれ紹介していきます。ストレートさんにおけるスタイルアップっていうのは、もう上半身の厚み丸みっていうのを軽減できているかっていう軸で見ていこうと思います。で、私も骨格ストレートでカーディガンはこう苦手なアイテムが多いイメージがあったんですが、もうしっかりスタイルアップしていたカーディガンを見つけることができたので、ストレートさんはぜひ最後まで見ててくださいね。はい、ということでまずはフェミニン部門からです。ストレートさんがスタイルアップしていた1着目はこちらのフェレアイディさんのカーディガンです。このコンパクトなカーディガンがストレートさんもいいのって思いませんでしたか？私もね、実は驚きで、この一見苦手に見えるカーディガンのスタイルアップポイントは表面の張り感とコンパクトなサイズ感、この2つです。ストレートさんはこう肌に張り感があるので、カーディガンも表面に張りがあることでスタイルアップにつながります。こちらはポリエステルを接結編みという表地と裏地の2枚がこう離れないように編み込まれているので、張り感っていうのが出てストレートさんが特にお似合いになってました。次にサイズ感ですが、今回フェミニン部門でご紹介したアイテムが大きく分けるとコンパクトなサイズかオーバーのサイズか、この2つで、この圧倒的にストレートさんに似合っていたのがコンパクトな方がスタイルアップしてました。で、今出ているようにこうオーバーサイズになると上半身の丸みっていうのが強調されていますが、コンパクトなサイズ感にすることでスッキリ見えしているかなと思います。で、このカーディガンは下に、ね、さりげないポケットのデザインがあって、そこも可愛い点ですし、さらにこうキャミソールとミニスカートのセットになっているアイテムなので、一つでいろいろな楽しみ方ができるところも推しポイントなので、ぜひストレートの皆さんチェックしてみてください。では続いてフェミニン部門でスタイルアップしていた2着目はセルフォードさんのカーディガンです。で、これはもう着ているのを見た瞬間、ストレートの皆さんに早く伝えたいって思うぐらいスタイルアップしていたカーディガンでした。とっても素敵じゃないですか。で、スタイルアップしていたポイントは表面の張り感と高級感のあるデザインのこの2つです。表面の張り感がスタイルアップする理由は先ほどと同じで、このカーディガンは送信編みっていうしっかりとこう目の詰まった編み方になっているので、こう表面に張り感が生まれてストレートさんがスタイルアップしていました。次にデザイン性に関しては、ストレートさんはこうメリハリボディっていうのが特徴なので、高級感のあるデザインがとっても得意な骨格です。で、こちらのようにボタンがこうパールとビジューが組み合わされていたりとか、あとはこう帽体がややこう縦筋の入った表面感のある生地を使用されていたり、もう高級感がね至る所に感じられるデザインになってます。で、ウェーブさんと比較すると、やっぱりどうしてもウェーブさんっていうのは着られてる感が出るのに対して、ストレートさんはスタイリッシュに着こなせているかなと思います。ストレートさんがスタイルアップするにあたって、やっぱ引き算っていうのがポイントではありますが、この帽体ブラウスはこう全体的に張りや高級感っていうのがあって、とっても綺麗に着こなせていたので、ぜひチェックしてみてください。では続いてカジュアル部門ですね。骨格ストレートさんが特にスタイルアップしたカーディガンを紹介していこうと思います。まず1着目はビューティー&ユースさんのカーディガンになります。シンプルイズベストってやっぱりストレートさんが忘れてはいけないワードだと再確認されたアイテムでした。今年の秋冬はもうこのカーディガンを持っておけば間違いなしなのではって思うくらい、すごく万能性の高いカーディガンだと思います。そんなこのカーディガンのスタイルアップポイントは、ちょっとまたまたになるんですけど、表面の張り感と、あとは腰骨くらいの長さです。で、まず表面の張り感に関してもう何度もしつこいんですけど、ストレートさんがスタイルアップするカーディガンを探す上でもうかなり重要なポイントなので、ここは絶対皆さん押さえていってください。次に丈の長さですね。で、今出ているように腰骨ぐらいの長さとお尻が隠れる長さで比較すると、もう圧倒的にこの腰骨くらいの長さの方が全体的にスッキリ見えしているのが分かるかなと思います。ちょっとしたこの丈の差でもここまで見え感が変わるので、ちょっとしたこの配慮っていうのが大事なんだなと私自身も改めて実感しました。はい、ということで、このシンプルなデザインでスタイルアップするカーディガン、もうこの秋冬に絶対大活躍間違いなしだと思うので、ぜひチェックしてみてください。
では続いてカジュアル部門でスタイルアップしていた2着目はこちらのレイビームスさんのカーディガンです。大人気のフェレットペリーさんとのベッチアイテムですね。最近 X でもすごいバズってて、もう実物見たら私もすっごい可愛いって思っていて、そのアイテムがスタイルアップするのでストレッチさんぜひチェックしてくださいね。はい、でこのカーディガンのスタイルアップするポイントは腰骨ぐらいの長さと、あとはこの襟付きのデザインです。でまず丈の長さに関しては先ほどと同じで、お尻が隠れるくらいの長い丈より腰骨くらいの長さが大事なポイントです。それに加えてこのカーディガンは珍しくこう襟がついているデザインなので、こうシャツやジャケットなどこう襟がある上品なアイテムが得意なストレートさんにとって本当に大優勝カーディガンでした。でクルーネックでも今までお伝えしてきたポイントを押さえて選ぶことでスタイルアップは全然するんですけど、こう得意な襟があることでさらに綺麗に着こなすことができるので、このカーディガン本当におすすめです。カラーも秋冬らしい展開になっているのでぜひチェックしてみてください。次に骨格ウェーブさんのフェミニン部門からご紹介していきます。では特にスタイルアップしていたカーディガン1着目はスナイデルさんのカーディガンになります。で私がもしも骨格ウェーブならもう 1000% ぐらいで買うっていうぐらい、動画でも伝わると思うんですけど、もうリアルで見たらねこのカーディガンとっても可愛かったんですよ。で可愛さもありつつウェーブさんからねスタイルアップするポイントっていうのがあって、柔らかい素材とショート丈っていうのがすごくポイントでした。ウェーブさんは肌がこう柔らかいのが特徴なので、素材も柔らかい素材が得意です。でスナイデルさんのこのカーディガン、もうとにかく軽くてこうふんわり柔らかくて、もうウェーブさんのための素材ってくらいマッチしていました。でさらにこのショート丈もスタイルアップには欠かせないポイントで、この下重心の体型をカバーしてぐっとね目線を上に上げているかなと思います。今出ているアイテムは柔らかい素材っていう部分ではほとんど同じなんですが、丈が長くなるともう一目瞭然でショート丈の方がスタイルアップしていることがわかるかなと思います。でこのカーディガンはこう V ラインがしっかりあるタイプなので、着こなし方は今出ているようにハイネックなどと組み合わせるのがウェブさんにはおすすめです。ぜひチェックしてみてください。では続いてフェミニン部門でスタイルアップしていた2着目はアメリさんのカーディガンです。でもねこれは圧巻のおしゃれさで、もうたくさん可愛いアイテムがある中でひときわ目立つカーディガンでした。なのでこれがもうビビッときた方はもう在庫がある今のうちに早めにチェックしてください。でこのカーディガンのスタイルアップポイントは先ほどと同じく柔らかい素材とショート丈、さらに華やかなデザインです。まず柔らかい素材とショート丈に関しては、この起毛感のある柔らかいレース素材がウェーブさんがとても得意な素材で、さらに腰骨より上のショート丈で足長効果もしっかりあるかなと思います。そしてそこにウェーブさんが得意なスパンコールがさりげなくこう散りばめられて光沢感があったり、あとはこう女性らしさのあるこのボリューム袖だったり、お華やかなデザインが詰め込まれたカーディガンでスタイルアップもしつつとってもお似合いになってました。で V ラインが綺麗にこう入っていますが、こう起毛感だったりとか、あとはボリューム袖によってこう貧相見えせずに着こなせている点もウェーブさんにとってもおすすめのポイントです。で幅広いシーンで着用できるカーディガンだと思うので、ぜひチェックしてみてください。では続いてカジュアル部門ですね。骨格ウェブさんが特にスタイルアップしていたカーディガンを紹介していきます。まず1着目はこちらのナノユニバースさんのカーディガンです。で今期のトレンドであるベロアアイテムで、コンパクトなこのサイズ感とキラキラしたデザインがもうプレスルームにお伺いした時からもう可愛いって気持ちが止まってなくって、もうこれが特に華奢なウェーブさんだからこそ綺麗に着こなしているなって感じたので、すごくおすすめです。でこのカーディガンのスタイルアップポイントは先ほどと同じくなんですけど、柔らかい素材とショート丈、華やかなデザイン、この3点セットですね。で系統がこうフェミニンであろうと、もうカジュアルであろうと、スタイルアップするためのポイントは同じなんだなっていうのが今回発見できました。でまず素材に関してはウェーブさんの得意なベロアで柔らかい素材のことと、あとは丈がショート丈で下重心をこう軽減できていること、これだけでもウェーブさんが得意な要素の組み合わせです。で今出ているカーディガンがその要素があるアイテムで十分スタイルアップはしてると思うんですけど、それに加えてこうぷっくりとしたドット柄のこの白のプリントが全体的に散りばめられていると、華やかさもプラスされて、よりこのいい華奢さっていうのを生かした着こなしができているかなと思います。で今年っぽさとスタイルアップを兼ね備えたカーディガンなので、ウェーブさんぜひチェックしてみてください。はい、はい、では続いてカジュアル部門でスタイルアップしていた2着目はこちらのアダム・エロペさんのカーディガンになります。
展示会でも大注目のカーディガンで、もうどの骨格も割と綺麗に着こなしてはいたんですけど、もう圧巻だったのがウェーブさんでした。でスタイルアップするポイントは細い線のデザインです。で一見このアイテムってこう生地に張りがあって、丈もこう下骨ぐらいの長さなので、ストレートさんが得意なアイテムなのかなって思ったんですが、着てみるとこの細い線のデザインがあることでウェーブさんがとてもスタイルアップするアイテムだということが分かりました。まず上半身が華奢なウェーブさんはパシさんっていうのをすることでスタイルアップします。で今出ているようなカーディガン もう NG ってことは全くないんですが、こちらのこの線のデザインがある方が華やかさもあって、丈がこうショート丈ほど短くなくても目線が上に行くのでスタイルアップしてるかなと思います。ウェーブさんで厚手の生地のカーディガンをお探しの方はこちらぜひチェックしてみてください。ほんと可愛いです。私ストレートなんですけど、これお気に入り登録済みになってます。はい、では次に骨格ナチュラルさんのフェミニン部門を紹介していきます。ナチュラルさんにおけるスタイルアップは、こう肩の骨感をカバーすることができているかっていう軸で見ていきます。でこの肩のね、このフレーム感っていうのを生かした着こなしも、骨格ストレートの私からするとマニッシュでかっこいいなって憧れるんですけど、やっぱりナチュラルさん自身の悩みとして一番に挙げられるのがこの肩の骨感なので、今回はこちらを軸にしています。はい、ということで特にスタイルアップしていたカーディガン1着目はこちらのセルフォードさんのカーディガンです。これはね、本当あくまでも個人的な感想ですよ。個人的な感想なんですけど、このカーディガン着てたら多分モテます。で私は本当ね、これ着てるのを見た瞬間にイチコロだったんですよ。でこの柔らかい素材とオーバーサイズはもうあざと可愛いです、本当に。はい、なので私は大好きです。そんなカーディガンのスタイルアップするポイントは、お尻が隠れるくらいの丈の長さでオーバーサイズであることです。でナチュラルさんは先ほどもお伝えした通り、こうフレーム感っていうのがしっかり体にあるタイプなので、こうお尻が隠れるくらいの丈の長さでサイズもゆとりがたっぷりあるオーバーサイズが得意です。でストレートさんだとこう着ぶくれて、ウェーブさんだと着られてる感が出てしまう、このアイテムを着こなすことができるのがナチュラルさんの特権です。違いが分かりやすいように、ショート丈でコンパクトなサイズ感のアイテムと比べてみると、やっぱりどうしても肩の骨感っていうのが目立って、体格がよく見えてしまってるかなと思います。はい、ということでナチュラルさんが得意な丈感サイズ感に加えて、ボタンがメタルバーでモード感もあるので、ナチュラルさんに激推しアイテムです。ぜひチェックしてみてください。では続いてフェミニン部門でスタイルアップしていた2着目は、同じくセルフォードさんのカーディガンです。でウェーブさんも得意なこのアイテムですが、着てみた結果ナチュラルさんもスタイルアップして着こなすことができていました。でナチュラルさんにおすすめのアイテムってなると、やっぱ先ほどのようにオーバーサイズがメインとなってしまうんですが、こうフェミニン系統がお好きな方ってこうコンパクトなアイテムも好みだと思うので、この発見ができたのがちょっと個人的にはすごく嬉しかったです。はい、ということでこのカーディガンのスタイルアップポイントは異素材ミックスです。素材はこう薄めでツイートなので、先ほどもお伝えしましたが、これだけ見るとウェーブさん向けですよね。しかしニットとツイードっていうこの異素材がミックスされていることで、ナチュラルさんが得意な要素が入るので、今出ているシンプルなアイテムより苦手をカバーして着こなすことができているかなって思います。ツイードは苦手とされているナチュラルさんですが、フロント部分にデザイン性があることで、こう目線を肩からこう外すことができていると思うので、ナチュラルさんでコンパクトなカーディガンをお探しの方はぜひチェックしてみてください。では続いてカジュアル部門で骨格ナチュラルさんが特にスタイルアップしていたカーディガンを紹介していきます。まず1着目はメゾンスペシャルさんのカーディガンで、2着目はアダムエロペさんのカーディガンです。でそれぞれスタイルアップするポイントは、腰が隠れるくらいの丈の長さでオーバーサイズと、あとは不規則なデザインであることです。フェミニンの1つ目でお伝えした内容と同じで、ナチュラルさんはフレーム感がしっかりしているからこそ、お尻が隠れるくらいの丈の長さでサイズもゆとりがたっぷりあるオーバーサイズが3骨格の中で唯一綺麗に着こなすことができます。さらにこの2つのカーディガンはこう不規則に比重が散りばめられていたりとか、ラインのデザインが入っていたりと、ナチュラルさんが得意なデザインが入っています。逆の要素であるこうショート丈でコンパクトなサイズ、あとは規則的なデザインのアイテムと比較してみるとどうでしょう。やっぱりお尻が隠れるくらいの長い丈とオーバーサイズ、あとは不規則なデザインであることで、すごくスタイルアップしてるかなと思います。どちらのカーディガン もう各プレスさん激推しのアイテムで、かなり注目を浴びているアイテムだと言っていたので、ナチュラルの皆さんはもうご自身のこの骨格を生かしてデザイン性のあるカーディガンを楽しんでみてください。
ということでいかがだったでしょうか。カーディガンってやっぱりこう女性のファッションにおいてこう可愛らしさがすごくあるアイテムで好きな方も多いかなって思うんですけど、その一方でこう各骨格においてこうスタイルアップするためにはどういうふうに選んだらいいかなって悩むアイテムだと思うので、今回のこの着比べを参考にぜひご自身に似合う可愛いアイテムをゲットしていただけたら嬉しいです。ということでこの動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価、そして温かいコメントも大歓迎です。あと私のインスタとウェアもあるのでぜひフォローお待ちしてます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。